ピッツァの上でマヨネーズとポメス。ふたりパパ。シーナ。皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日の動画はふたりパパ家のフライデーナイト。3年前も動画にした行きつけのピザ屋さんへゴー。スウェーデンでよく見かけるなんとフライドポテトが乗ってるピザを食します。見るからにカロリー爆弾みたいなこのピザ、食べきることはできるのでしょうか。そして気になるそのお味は。大好評最後の息子くんの時間予告までお見逃しなく。それでは行きましょう、ふたりパパのふたりパパと息子くんのフライデーナイト、フライドポテトピザ。シエナ、皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日は金曜日の夜なんですけれども、もうお腹が空いているところです。リカパパからさっき電話があって、息子くんを学校に迎えに行って、そのまま今日ご飯どうするってこう電話がかかってきたので、まあ今日は外で食べちゃおうかっていうことになりました。なので今からもう2人は先に行ってるので、今からみつパパも行きたいと思います。今日行くところはですね、昔うちの動画でも出したあのピザ屋さんに行きたいと思います。まあ久しぶりに行って、あんまりあの時と何か変わってるってことはないと思うんですけど、今日はなんか日常系の Vlog をお届けしたいと思います。最後までお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。寒いね、今日今何度ぐらいだろう、後でチェックしなきゃ。寒い。ちなみにこの日は10月20日。寒いですがまだ雪が積もっていないので自転車で行きます。僕の自転車は冬用タイヤに変えていないのですが、こちらの人は真冬でもスタッド付きのタイヤに交換し自転車で移動する人も多いです。そして到着するとリカパッパと息子くんの自転車が置いてありますね。ということでこちらがそのピザ屋さん、早速中に入ってみましょう。このピザ屋さんは緑を基調にしたアイリッシュパブの内装で、とても人気があるお店。3月に再興した2人パパに会いに行く北スウェーデンの旅でも、ルレオ最終日のディナーを皆さんと過ごした思い出の場所。そしてすでにオーダーを済ませていたリカパッパと息子くんと合流です。ハロイ、初めて来て。3年前同じ炭酸を飲んでブルブルってしてた息子くんですが、すっかり飲み慣れてしまいました。でも一応1週間に1回程度とお約束しています。そしてパッパたちは、エガワはビール、パッパはフェンランスヌーン。OK ということでメニューを開きます。ベジタリアンメニューにバーガーやプレートメニュー、サラダにケバブロールやピタ、パスタなんかもありますが、こちらのお店メインはピザとなっていて、かなりの種類があるんですよ。いろんな種類があって迷ってしまいますが、この日ミツパッパは今まで食べたことのないあるものに挑戦することにしました。フーセッツ、日本語的に言うと当店の看板メニューという感じですが、サムネでも出したあれが載ってるんです。とはいえこのお店だけにあるというわけではなく、スウェーデンでは割とポピュラーだと聞いたことがあったので、一度は体験してみないとと思いオーダーすることに。レジでオーダーを済ませるとこの時間。本当、とりあえず乾杯する。乾杯。金曜日お疲れ様。いや、チンっていつも鳴らしてよ。ねえねえ、はいいってやって。近い。近いってば。オーダーを待つ間はこちら。スウェーデンではおなじみ、ピッツァサラダと呼ばれるオレガノ風味のキャベツのコールスローをいただきます。学校で何食べてる？お昼？ああ、寿司？じゃない。ピザ。違う。じゃあ何食べたの？ピザに近いのもので。ピザに近いもの？ハンブリアル。そう、それハンブリアルに近い。かわいい。ハンブリアルに近いもの。タコス。ああ、よかった、今日ミツパパタコスにしようと思ったけどやめたの。これ交換して。これ交換して。メカパパ何のピザにしたの？ピザ？違ったっけ？ピッツァじゃない。ピッツァじゃないやつにしたの。チキンケバブ。あは。まあグリルチキンのプレートって感じ。美味しいチキンだったらチキンだけ僕らあげてもらわない。そうね。ちょっとスマーカするのいいよね、お互いにね。もう頼んだ。何する？ピザ。フーセット。ハウス。ピッツァオブザハウス。
すると先に頼んでいた2人のオーダーがやってきましたよ。あんた、あ、ピッツァマン、お、あれピッツァマン、ローレンコメイ、イエイ。ちょっとあなたのピザも見せてもらっていいですか。オイバサミッケアナーナス、パイナップルがいっぱいだね。パイナップルと進化、ポメス、ポメス、うん、見てフォーポメスさんの映画。ペガパパすごい、これマヨネーズ、それはたくさんあるね、マヨネーズ。下にポテトがかかってる、うんうん、ポテトは欲しいけどソースはついてて欲しくない息子くん。多分マヨネーズかかってないところないんじゃないの。めんどくさくてもちゃんとポテトだけ取ってあげるリカパッパ、優しい。僕だったらちょっとぐらいだったら食べちゃいなさいとかって言っちゃいそう。どう、美味しい。先に失礼します。うん、どうぞ。失礼します。ということでリカパッパのチキンケバブのお味はどんな感じかな。どう、味。フレンチフライズとチキン、ここのポテト美味しいよね。そうね、揚げたてで太めで。僕なんかライスご飯の方がいいけど。そうね、ここご飯のメニューあんまないよね。うん、昔あった気がするけど。一口もらっていい、うん、これチキン、うん、なんかチキンだけどケバブチキン薄くなってるよね。うん、美味しい。早く食べたかったよね、うん、お昼ご飯食べた、うん、スープと、うん、今日学校どうだった。エンゲルズか、何したん今日、英語の授業覚えてる。金曜日は英語の授業があるってことで聞いてみたのですが、覚えてない。覚えてないのかい、うん、あ、そうね、全部のドーベック動画の呼ばせた。あ、ほん、どうやって言うの、じゃあ教えて。ダダスウェーデン語だとモンダーグでしょ、英語だと、モンダーキースターオールスターポースタープレーダー。でもそれエンゲルスかで言ったの今日。僕は言わなかった。パパたちと一緒に言ってみる、じゃあ、うん、言ってみた方がいいんじゃない。そしたらミツババたちが英語で喋ってもこれから分かっちゃうかもしれないよ。じゃあリカババ言って、マンデーから。モンダー、モンデー、ウースター、ウェンスデー、メイメイシンジャルマンデー。すごい。タコ、チューステー、ウェンスデー、サーズデー、フライデー。こういう歌もあるよ。サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、フライデーナイト、サタデー、サンデー、カムズアゲイン。この歌はそう聞いた。マジで？もう。学校で。学校で？誰かに歌ってた。本当？僕は知らない。リカババ知らない？知らない。あは。お家帰って YouTube でそれ見たらいいかもね。無理やりさ、今日一日で頑張って覚えなくていいんだよ。それの始まりだけ聞いた。あはぁ、そんなに長くなかったから。そんなに長くなかったから、全部のべっちゃん のだけ言って、あとはもうすぐ知らなかったらやばい。まあでももし分かんなかったらミツパパやリカパパに聞けばいいよ。知ってる、ミツパパが英語を勉強した時って何歳か知ってる。何歳。12歳。僕は12歳らしい。そう、だからミツパパよりすごいってこと。もうだって7歳で英語勉強してるんだから。あとスウェーデン語喋るじゃん、あなた。スウェーデン語と英語はすごい似てるから簡単だと思う。ミツパパは英語、日本語しか喋れなかったから昔、だから絶対大丈夫なんてことを話していて、ふとリカパッパを見ると、ちょっとあなた食べるの早いね。相当お腹空いてたね。食べやすい。確かにね。なんか日本の丼飯みたいだね。何部だっけない、ね、これは塩じゃん。これは何、なんだろう、ピッツァ切れた。
なんかピッツァクリッターっていう。ピッツァクリッター？昔やった。うん、かな。ピッツァにかける、うん、スパイスって感じ？うん。塩コショウ。味の素。味の素入ってるかもね。パプリカ。あの粉のパプリカね。うん。そしてミツパパの風雪ピッツァがやってきましたよ。そのお味はいかに？ということでミツパパがオーダーしたフライドポテトピザ食べてみたいと思います。ね、どう？このポンメスが乗ったピザ。すごいピッツァですね。これスウェーデンに行ってもう7年半ぐらい経つけど初めてオーダーした。これの存在は知ってたけど、ピッツァの上でマヨネーズとポンメス、フライポテトがついてる。肉が3種類。まあ、美味しいよね。なんか、昔さ、中学生ぐらいの時にデリバリーピザが流行り始めて、友達とオーダーしたの。その時によくオーダーしてたのが、ジャガベーっていうピザがあって、ピザの上に、ジャガイモのこのスライスと、ベーコンが乗って、マヨネーズがかかってるっていう。あのがあって、それがすごい好きだったの。すごいそれを思い出した。うん。まあ、それと似てるね。僕も食べたい。食べてみたい。なんか、高カロリーだろうけど、意外と美味しい。あとね、ビールに合うね、これ。ああ、ビールに合いそうね。じゃあ、僕も1枚もらっていい？もちろん、もちろん。うん、全部大きいんじゃない？うん。これ、あの手で食べる。スウェーデン人はどうやって食べるんですか？まあ、スウェーデンはナイフフォークで食べるのが多いですよ。ね、ハンバーガーとかもナイフフォークで食べる人多いもんね。うん。油多い。ね、油多い感じですね。マヨネーズもかかってるし。ああ、うまい。おいしいね。まあ、肉のサラミの味もし。うん、あの今2切れ食べただけなんだけど、中いっぱい。そうね、なんか3人ぐらいシェアしたら、なんかでも肉とかも美味しいし、生地もここすごい美味しいんだけど、口の中がさ、油でギトギトって感じ。そう、僕1枚だけでちょっとショックだったね。もう普段はピザ1枚をペロッと食べちゃう時もある息子くんですが、この日はポテトももらったせいかどうやらお腹いっぱい。自分でお持ち帰り用の箱をもらいに行きました。ミツパパも全てを食べきることはできずお持ち帰りすることに。じゃあ、お疲れ様でしょうか。マジでお腹いっぱい。ちょっとみんなで一緒に入る。ちゃんと手を合わせて。お疲れ様でした。ウイスキーとかちょっと強いお酒が口の中でずっと死んでます。さあお家に帰りましょう。3年前の動画で息子くんは自転車で引っ張るワゴンに乗っていましたが、今では自分で自転車を漕ぎますよ。あ、そうそう、ビール飲んで飲酒運転にならないの？と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、スウェーデンでの飲酒運転についての規制や罰則は自動車の運転のみにおいて適用され、自転車については交通安全に危険を及ぼすほど酔っていない場合、安全な範囲が保たれるのであれば飲酒後の自転車走行も原則として許可され、ケースバイケースとなっています。なので警察が様子を見ておかしいと感じた場合、声をかけられ、まあ、そこで危険だと判断されれば自転車を降りて歩くよう指導されるようです。ただもちろんそれで事故を起こした場合には酩酊状態を理由にその責任が問われる場合もございます。そして2人パパ家のフライデーナイトはまだまだ続きます。この日の気温はマイナス8度。暖房だけでも十分あったかい家なのですが、今年初めて暖炉に火を入れました。
そして金曜に出たばっかりの2人パパの動画をみんなで一緒に見て、まったりとした時間を過ごした3人なのでした。この後は次回予告、3年ぶりのあの企画ですよ。さーて、来週の2人パパは息子くんです。皆さんの好きなピザをコメント欄で教えてくださいね。そして来週はミッツパパとリカパパと一緒にスーパーマーケットにお買い物 しました。パパたちは前より高くなったかなって何か心配している。僕によくわからないけど大人って大変ですね。僕は子供でよかった。じゃあ皆さん今度の動画も見てくださいね。次の動画でお会いできるの楽しみにしています。ヘイド Sten, sax, påse, vad blir det? I love you.